続いての話題です。上鷺宮三丁目にある上鷺児童館で水曜日、中高生たちを対象にした歌とダンスの講座が開かれました。乳幼児から18歳までの子どもたちが楽しく過ごすことのできる中野区の事業 U18 プラザ、その一環として上鷺児童館では現在、中学生高校生を対象にした歌とダンス芝居を学ぶ講座を開いています。全8回の講座は自己紹介から始まり、呼吸や発声、演技などの基礎を学び、最終日に発表する予定です。指導するのはプラスニューカンパニーの皆さん。演劇と教育を結びつけたいという思いから立ち上がった団体です。都内を中心に講演をしながら、学校、児童館などでパフォーマンスとワークショップを行い、子どもたちと交流を深めています。でも私たちには関係ない。この教室を飛び出してレッツダンス。私たちのカンパニーがすごくこう人の温かさっていうのをもうすごく大切にしているので、仲間っていうことの大切さだったりだとか、みんなでゼロから作り上げることだったりだとか、あと何よりも技術云々ではなくて、大切なのは人の心を動かすのは人の心であり、大切なのは今自分にできる精一杯のことをやっているっていう、その姿をお客様に見せて、みんなの自信につなげていってほしいなって思ってます。演劇とかやるのは初めてだったし、みんながみんな女の子で男子がいなかったりしてやったりすることはなくって、いろいろ楽しかったり難しかったり、細かいところまで頑張んなきゃいけないので、これからも頑張りたいと思います。普段では絶対しない動きとか、なんかセリフとか、そういうのがなんか言えるのが楽しいです。こうセンターが多いのでダンスとか頑張りたいと思います。はい、今回参加したのは中学1年生から高校1年生の6人。ほとんどの子が初めて演技に挑戦したそうですが、体を動かして表現することの楽しさを感じていたようです。講座は残り3回、最終日にはこれまで学んできた成果を披露する発表会が開かれます。子どもたちが明るく元気に繰り広げる舞台、ぜひ上鷺児童館でご覧になってみてはいかがでしょうか。ほとんどの子が初めてとは思えない生き生きとした演技でした。皆さんもぜひご覧ください。